サクランボの大群です。ハンティングスポットです。今日もいつもの散歩コースを歩いています。昨日まで3日間続いた雨が上がって、今日は涼しい森の中を歩いています。昨日までの雨が上がって、今日は涼しく気持ちのいい散歩道になっています。6月に入って3日間雨が降り続きました。今日は川の水も増えています。初めてのスタビライザーを使った動画になっています。今日は鳥の声と木漏れ日が気持ちいい散歩道です。
馬小屋みたいです。馬の匂いがします。ん、牛かな、似たようなものかな。薪ストーブの薪が積まれています。この薪の長さが通常の薪の3倍で切って置かれているんですけど、これは盗まれないように、盗まれてしまう可能性が高くて、あ、短いと盗まれてしまう可能性が高いんです。すぐに使えてしまうから。この長さだともう一回切らなくちゃいけないから、割ってもすぐには燃やせないので持ってかれる心配はないそうです。